足ね、気をつけてください。次はいいですか。横蹴りと裏蹴りに入ります。しっかり構えて裏蹴りと横蹴りをする。これは一挙動であるね。これは構えて1、2、3と言うけども、この横蹴りと裏蹴り入るときに引き手構えた、これが崩れないね、体も崩れない、手がこうなってはしない。そういうことか。これはやはり1、2、3ね、しっかり側頭をね返して、上段、中段ね、はい、いい位置、前では一つずつ下を上げ、2、3、はい、しっかり伏せ、はい、その時は、添えては肘のところ、肘の下、ね、中段ですよ、下をしっかり伏せてね、まずですから、次回ります、1、はい、ね、この時、さっき下を打ちやったね、上段の下打ちで、ただしっかり、本当にいいですか、気をつけなきゃいけないのは、これは逆反、平安二段であるね、逆反、これ、韓国でこれを逆反、大体みんなまっすぐでしたからね、逆反、ね、逆反でやるとね、使い方、ここから手は動かないで、しっかり前蹴りをする、1、はい、しっかり振り返して、2、ね、3、はい、一連の流れね。はい、ゆっくり、レの字立ち。レの字立ちは、かかとが完全にこう浮かないように、かかとを動かしてるという、これは間違いね。レの字は、かかとの根ですね。かかとが浮かないと思います。いいですか、ね、しっかり。いいですね。2、繰り返して、1、ね、3、4、5、中段の下段、はい、1、ね、はい、このさっきと同じだね、この裏剣と横蹴りが入るので一回構えてですね、1、2、3、裏剣が落っこち、1、2、3、そうですね、2回かないよな。次はここは足引かないでね、指だけはちゃっと、はい、そこから次ね。
これ今数えてるね。1できるだけ高さが変わんなくて下段によけるいいですか。で下段よけた時はこの引き手はね中段と違って少し帯を下段下段中段を少し引き手も下がります。正しくね、いいですか。はい、1回る時にこの回ってよける時もさっき言った軸足がずれないかとかね、1しっかり入ります。ね、しっかりできてるね、これ2半分しようね、次もねかかとでしっかり回る1、方向転換ね2、3、ね、次は同じようにこれ、ね、しっかり構えて動かないで、ヒッと入れる1、2、365kg の動作が多いですね。途中
諦めない。最後まで集中してやるってこと。